では個人が即身成仏できる正当な葬儀を執行できる法華を悟れる智者とは一体誰なのかと。これはまず2つ意義があると思うんです。で、一つは法華を悟れる智者とは別して言えばもう究極にこの限定した場合はもう日蓮大聖人様お一人しかいないじゃないですかと。末法において法華経を悟ってる智者なんていうのは本当に大聖人お一人ですよね。でも現時において、しかし日蓮大聖人は鎌倉時代にご入滅され、今現在葬儀をこの直接執行なさることは不可能ですよ。であるから以後はけじめ役の次第日蓮日光っていうこの大聖人様から究極の仏法の奥義を伝えられた日光聖人、これは大聖人のお言葉ですからね、けじめ役の次第、このように日光に日蓮のけじめ役は通わせましたよっていう、その次第流れは日蓮から日光なんであるっていう、そういう重要な、これ二箇僧正って言うんですけど、そのお言葉のにあるとして、日蓮大聖人から唯一一人たった一人に、そしてその仏法の一番の奥義であるけちみ役、究極のけちみ役を創造された日光聖人を随一、まあ、第一番目とする、それ以降にずっと連なる歴代の豪聖人こそが現時において、今この令和のこの現時においては法華を悟れる唯一の方ですよ。で、それを証明する、傍証となるのは、およそ法宝とは宝物宝相なりと。法宝っていうのは何を法宝というのかって言った時に、要するに仏様をそしる、これはもう法宝誰もわかるけど、お坊さんをそしるっていうことがもうそれ法宝なんだよと。なぜかならば三宝は一体なるゆえなり。この三宝一体っていうのは明日にありますね、三宝一体とは何か。日蓮大聖人以来の唯一一人けじめ役僧正によって御法聖人の御内証は三宝一体なんですよと。三宝とは何か、仏の宝、法の宝、僧の宝を三宝というんですけど、その仏の宝っていうのはもう間違いなく日蓮大聖人であることはもうみんな分かっていると。で、法の宝は何かっつったら、弘安2年10月12日の御図鑑の本門会談の第五本尊様、このご一服なんだと。究極のところの法の宝はね。そして僧の宝は何かっていうと、その歴代の御法聖人のことなんですけど、この歴代の御法聖人のその御内証は、実はこの仏の宝である日蓮大聖人と、それから法の宝である本門会談の第五本尊様と御内証はもう一体不二なんですってことなんですね。一体化しちゃってる。だからその方をそしるのは法宝になるっていうことですよ。でそっから、導き出されるのは、大聖人だけが法華を悟れる智者なんだけど、別して言った場合、しかし総じて言えば今の現時における、まあ、歴代の御法聖人、そして今現代の後藤大御法聖人がこの法華を悟れる智者と言えるということですね。内証が仏様と法の宝と仏の宝と一緒なんですから、まさに大聖人と御内証は一緒ということですから、そのまま法華を悟れる智者というふうに言えると。で、さらに御法聖人が全ての、相続のお葬式に来ていただくわけにはいきませんので、そこでさらに正当な葬儀を執行できるのは現時における法華を悟れる智者である御法聖人から正当な免許を被った御僧侶方であると。つまり芸家の代参としてご住職方がお葬式をしていただけると。この方々にこそ今の私たちが成仏できるお葬儀の執行できる、お役目の方ってことですね。これが第一義。それから第二義は、法華を悟れる智者とはもうそのまま
日蓮大聖人以来の正当な唯一一人血脈僧正を、継承された五発聖人が書写された正当な道士曼荼羅とも言えると。つまり法華を悟れる智者はそのまま、実はお葬式の時に法華する道士を曼荼羅様そのままがもう法華を悟れる智者じゃないですかっていうことなんですね。でこれは、全てのご本尊の根源は忍法一家の本門会談の大御本尊であると。つまり日蓮大聖人と会談の大御本尊は忍法対一である。大聖人と会談のご本尊様っていうのはもう、忍本尊である大聖人と法本尊である会談の大御本尊は実は一体不二のものですよっていうことですね。これがよく昔から言われている忍法一家っていうことですね。忍と法が一つなんですよ、一体化してるんですよと。でその御内証をご送伝されて血脈僧正の深いその、意義から表された道士曼荼羅こそ、そのご本尊こそそのまま法華を悟れる智者そのものであると。忍と法が一体ですから、つまり大聖人がそこに現れてくださってるんだとも言えるわけですよね。でこの道士曼荼羅とは何かっつうのは前回細かく説明しましたので今回は省きます。通常我々が日々の修行するために拝むご本尊と、それから亡くなった故人を即身成仏させる霊山浄土に送るっていうそのご本尊とご僧名が違うんですね。それは御法聖人のみに伝わる御僧伝の中から、この道士曼荼羅という姿が現れてきたんだということだけは覚えておいていただけばいいと思うんです。で、検証会総合学会の葬儀に使用する本尊は共に悪鬼魔人が住み込む偽本尊であることはもう随所で論証済みなのでこれも、省きます。でその悪鬼魔人に命の奥深くまで侵食されきった検証会の職員や総合学会の地方幹部どもが悪鬼魔人が住み込む偽曼荼羅を掲げて執り行う偽葬儀で個人が即身成仏できるわけがない。まあ当たり前なことですよ、こんなことは。死骨遺体に鬼神が入り込んで、個人は地獄の苦しみにあえぎ、遺族や子孫は必ず衰退して滅びていってしまうんだということですよ。もうここをもって、総合学会と検証会のそういう葬儀の、いかがわしさ、邪悪さを我々は強強にこの拝借していくべきだと思うんですね。何だって人の一番重大なその臨終の時、今世からその来生にステップするその一番大事な時にですよ、こんなとんでもないことをやってるっていうその悪辣さっていうのはね、もう言ってもキリがないくらい悪いことですから、何としても我々はこれを強強にみんなに伝えていく必要があると思うんですね。で